サッカー選手、元サッカー指導者、元オランダ代表。現役時代のポジションはフォワード。現在はコラムニスト、FIFA 最高技術開発責任者。1980年代から1990年代初頭を代表するフォワード。現役時代に3度のバロンドールと1度の FIFA フ、フ最優秀選手賞を受賞した経験を持つ。プロデビューは17歳の時で、 先発のヨハンクライフが自ら指名して交代出場。その試合でハットトリックを達成している。1987年から在籍したイタリアセリエ A の AC ミランではルートフリット、フランクライカ・アールトラと共にオランダトリオと呼ばれ、国内リーグ優勝や UEFA、チャンピオンズカップなどの数々のタイトルを獲得、キャリア全盛期を過ごした。 アヤックスでプレーするファンバステン1970年、地元のサッカークラブエドでサッカーを始めた。10歳の時に FC ユトレヒトの下部組織に加入した。1980年、ユースブエリンベイクのユースチームに加入し、1981年にアヤックスアムステルダムとプロ契約を結んだ。1981から82シーズン4月3日、 NEC 内目編戦で、プロデビューを飾ると、得点を上げて5から0での勝利に貢献した。1983年は、前シーズンにヨーロッパゴールデンブーツを獲得したビム、キーフトとポジションを争い、リーグ20試合に出場して9得点を挙げた。同年、エールディビジと KMVB カップの2冠を達成。キーフトは、シーズン終了後にピサカルチョへ移籍したため、 ファンバステンはポジションをつかんだ。6月には U-20 代表として FIFA ワールドユースメキシコ大会出場しベスト8に進出した。1982年7月9日ユーロ1984予選のアイスランド戦でフル代表デビューを飾った。1984年にエールディビジ特典王に輝くと以後1985年。 1986年、1987年と4年、連続得点王に輝いた。1985年、エール・ビビジュー優勝。また、1984から85シーズンの UEFA カップ1回戦の FA レッドボーイズ・ディフェルダンジュ戦では、ファーストレグは、スコアレスドローに終わったものの、セカンドレグは、 ファンバステンの5得点を含む14から0と大賞となった。1985から86シーズン12月8日、リーグ第17節のスパルタ・ロッテルダム戦では、プロのキャリアでは最多となる6ゴールのダブルハットトリックを達成した。10月、オランダ代表としてワールドカップ、メキシコ大会予選に挑むが、プレイオフの末に敗退した。 1986年、KNVB カップ優勝し、翌年も連覇した。1987年5月、アヤックスの一員として自ら決勝点を挙げ、東ドイツの1、FC ロコモティフライプツヒを下し、1986から87、シーズンの UEFA カップ優勝。 ミランでプレーするファンバステン1987年7月、イタリアの AC ミランへ移籍。同年ルートフリットも AC ミランに加わり、翌年にはフランクライカールとも加入した。一般的にこの二人とファンバステンを指して、オランダトリオと呼ばれた。1987から88シーズン、8月23日、コッパイタリアのグループリーグ。 バーリ戦で遺跡後初出場初ゴールを挙げた。セリエ A デビューとなったピサ戦でもいきなりゴールを決めるが6節から24節までを怪我で、欠場 AC ミランはセリエ A 優勝を果たすもファンバステンは足首の怪我に苦しみ11試合出場3ゴールに終わった。1988年ユーロ1988では優勝し5得点を アゲ大会得点王に輝いた。グループリーグのイングランド戦で、ハットトリックを決めると、準決勝の西ドイツ戦では、後半44分にスライディングシュートで、逆転ゴールを決めた。ソ連代表との決勝戦では、ダイレクトボレーによるゴールを決め、このゴールは、サッカー史に残るゴールの一つとして記憶されている。1988年には、バロンドールを初受賞した。 ちなみに、この時の2位は、ルートフリット、3位は、ライカールトであり、オランダトリオで、上位3人を占めた。1988から89シーズン、6月18日の FC アスコリ戦で、セリエでは、初のハットトリックを達成した。UEFA チャンピオンズカップ決勝のステアは、ブカレスト戦では2得点を挙げた。 大会を通してもレフスキ・ソフィア戦で4ゴールを決めるなど、ファンバステンは10得点を記録し、得点王に輝いた。12月トヨタカップ、ナシオナルメデジン戦を1の0と破り優勝。1989年もバロンドールを2年連続で受賞した。1989から90シーズン、UEFA チャンピオンズカップ決勝のベンフィカ戦では、 ライカールとの決勝ゴールをアシストし、連覇に貢献。1990年6月、ワールドカップ、イタリア大会に出場するもベスト16敗退した。ファンバステン自身も、無得点に終わった。12月には、インターコンチネンタルカップ、オリンピア・スンシオン戦で2ゴールに絡み、3から0での優勝、大会連覇に貢献した。リーグ第20節のアタランタ戦で、 ハットトリックを決めた。1990から91シーズン、リーグ第32節のボローニャ戦で、ハットトリックを決めた。1991から92シーズン、1992年1月19日のフォジチャ戦、2月2日のカリアリ戦、3月1日のアタランタ戦で、それぞれハットトリックを決めるなど、25ゴールを決め、 セリエ A 得点王になる活躍で、セリエ M 杯優勝に貢献した。この間の1991年10月27日のバーリ戦で、直接 FK を決め、ミランでの通算100ゴールを達成している。1992年、ユーロ92では準決勝、デンマーク戦において延長 PK 戦で2人目の、キッカーとして、PK を失敗し、敗退。 また4試合でノーゴールに終わった。1992から93シーズンのセリエでは第2節のペスカーラとの対戦でハットトリック第9節のナポリ戦では4得点を決めるなど13試合で12ゴールと得点ランキング首位であったが怪我の影響で以降の大半の試合を欠場した第29節のウディネーゼとの対戦で 途中出場で復帰し、第30節のアンコーナー戦でゴールを決めたが、そのゴールが、現役最後のゴールとなった。UEFA チャンピオンズリーグでは11月のイフック、ヨーテボリ戦で4ゴールを挙げ、チャンピオンズリーグと名称が変更されてから1試合4ゴールを記録した初めての選手となった。1992年もバロンドールを受賞し、ヨハンクライフ、ミシェル・プラティニと並んで、 バロンドールを3度受賞した3人目の選手となった。ミランは UEFA チャンピオンズリーグ決勝まで駒を進め、5月26日ミュン編、オリンピアシュタディオンで行われた決勝のオリンピックマルセイユ戦に先発出場、完璧なクロスを送り、チャンスメイクするもマッサーロが決めきれず、また自身もゴールマウスを脅かすシュートを放つなどのプレーを見せたが、後半、 ボリの激しいタックルを受けて、不傷交代、試合も1から0で敗れ、これが、現役生活最後の試合となった。以降復帰に向けて、リハビリや手術を繰り返し、チームのトレーニングには復帰するも、怪我のため1995から96、シーズン開幕を目前に、現役引退。彼が引退を表明した直後のシーズンには、ホームスタジアムの観客席に、 マルコのいないサンシーロは、羽のない風車だという横断幕が掲げられ、AC ミランの指揮官であったファビオカ・ペッロは、彼の早すぎる引退は彼自身、サッカー界、そして、ミランにとって不運だったと嘆いた。ミランでは、通算10回のハットトリックを含め、201試合125ゴールの成績を残した。1995年に引退後はしばらくサッカーから離れていたが、 2003年に、フルス・アヤックスのユースチームのアシスタントコーチに就任すると、そのわずか1年後には、ディック・アドフォカートの後任として、オランダ代表監督に就任した。指導者としてはカイムに等しい実績から、疑問を差し挟む声も少なくなかったものの、蓋を開けてみれば、ワールドカップドイツ大会予選で、チェコ、ルーマニアといった強豪と同居し、死のグループと呼ばれた。 グループ1を10勝に分けという圧倒的な成績で1位通過を果たし、日韓ワールドカップ地区予選敗退の悪夢を払拭した。監督としてのファンバステンは4から3から3システムを徴用しているように、リヌス・ミケルス以来のトータルフットボールの伝統を受け継いでいるが、最大の特徴は、新しい選手の招集に非常に積極的な点であった。 彼はこれまでほとんど注目されていなかったオランダ産、今日以外のチームからも多くの選手を招集している。特に2000年代に産協を脅かすクラブに成長した AG ・アルクマールの選手を徴用し、デニー・ランツァート、ヤン・クロム・カンプ、ヨリス・マ・タイセン、バリー・オプダムなどの有能な選手がブレークするきっかけともなった。またライアン・バベル、 ヘドビヘス・マドロといったリーグでの実績がほとんどなかった。選手でも戦力になると思えば躊躇なく招集する。一方で、実績はあるが調子が悪かったり代表でのプレーの、質が悪い選手は容赦なく戦力外としている。最も顕著な例が就任後最初の会見で、ヒディンクもファンハールもライカールともアドフォカートも、セイドルフをフットボールに組み込むのに失敗した。 なぜ私も同じことを繰り返さなければいけないんだとクラレンス・セイドルフを構想外に置いたことである。そのため、マルク・ファン・ボメルなど、実績のある代表候補の選手の中には、代表に復帰しないと明言する者も,もいる。他に一時代表から戦力外とした、ルート・ファン・ニステル・ローイとも確執があったが、ファンバステンが謝罪をして和解した。ファン・ボメルによれば彼は、 自分の出身である、アヤックス出身の選手を、引き傾向があり、納得できないそうであったが、ヤンフェネホールオフヘッセリンクのように国外の欧州主要リーグから漏れている、セルティック FC に移籍した選手も招集し続けてる。 オランダ代表監督時代のファンバステン2006年3月15日、AC ミラン時代の同僚デメトリオ・アルベルティーニの引退試合に出場、往年を彷彿させる豪快なダイビングヘッドで先制点を決める。2006FIFA ワールドカップは死のグループと呼ばれたグループ C を2勝1分けの成績で突破したが、決勝トーナメント1回戦で、 ポルトガルに敗れベスト16に終わった。しかし、オランダサッカー協会は、ファンバステン監督を留任させることを決定し、契約を2010年まで延長した。2007年には、ジョゼモーリーニョが突然辞任した。チェルシー FC への監督就任が取り沙汰されたが、オランダサッカー協会から、代表監督との兼務を断られたために、チェルシーが獲得を断念したという話もある。 2008年のユーロ2008終了後をもって退任し、アヤックスの監督に就任した。しかしながら、欧州カップ出場権を逃すなどチームは低迷。シーズン終了を待たず辞任をすることとなった。2012年7月より、SC ヘイレンフェーン監督に就任。契約期間は2年間。2012から13シーズンは、前半悲劇的な成績も、 超守備的な5バックシステムなどの採用で守備が安定した後半に巻き返して PO 圏内の8位に進む一定の評価を得た。翌2013から14シーズンは前年を大きく上回る勝ち点を稼ぐも攻撃はカウンター頼みで自分たちで主導権を取ったフットボールが全く前進せず守備もミスが多く不安定な戦いとなり 選手たちを成長させていない、フットボールビジョンはあるが、実践的なトレーニング手段を持っていないと、クラブオービーのほっぺでハーンなどから激しい批判を受ける。フロントの大規模な入れ替えがあった影響もあり、ヘイレンフェーンが契約延長のオファーを出すか微妙な状況だった2014年1月、ファンバステン自ら契約を延長せずに退任することを発表した。 2014年4月18日、翌シーズンから、AG アルクマールの監督に就任することが合意した。しかし、同年、体調不良により監督を退き、AG のアシスタントコーチとなった。2015年7月に、AG を去って、オランダ代表監督ダニー・ブリントの第一アシスタントに就任。 その後も代表スタッフとの立場に縛られずにオープンに書き続けたフットボールインターナショナル誌での週刊コラムが評価され2016年8月に FIFA からフットボールリニューアルのためのルール、レギュレーション、日程についてのアイディアとビジョンを活かしてほしいとのアプローチを受け多くの批判を受けつつ年内でオランダ代表を去ることを決定した その後10月1日付けて退任が決定、FIFA から FIFA チーフオフィサーフォーテクニカルデベロップメントの役職名が発表された。日本のメディアでは FIFA 技術発展部門責任者と書かれることが多いが、具体的な権力や責任を負っているわけではなく、ファンバステン自身もどういう役職か正確には自分でも分かっていないが、良いプレーが行われ、 フットボールがスペクタクルなものであり続けるようにしていかなければいけない。私はそのためにたくさんのアイディアを持っているし、多くの人と話をしたいと、アイディアマン的な仕事だと語っているが、ファンバステンが個人のアイディアとして語った案が、日本ではフィファ自体の検討対象であるかのように報じられてしまうケースもある。オランダ代表、ありがとうございます。